ジングルベール、ジングルベール、スズが鳴りました。ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ウジョはですね、昼間に一人でサンタの服を着、携帯をここに三脚に差し、録画ボタンをこう、ポチッと押す、クリスマス。でですね、今日は何をするのかというと、あ、そう、髪の毛を見てほしいです。ちょっと気合い入れたので。ポニーテールをしてみました。編み込みとこんな感じです。髪の毛をね、いい感じに染めてきましたので、ブリーチをした時に切れまくった毛はだいぶ収まってきたのかなと思います。ということでですね、今日は先日クリスマスライブイベントをやったんですけど、その時にいただいたチョコレートケーキがあるんですけど、あまりにも美味しそうだったので一人で食べるのはもったいないなと思って、ちょっと動画にしようかなと思いました。ということで、ご紹介します。こちらです。じゃんじゃじゃーん、ゴディバのチョコレートケーキということで、ゴディバクリスマスガトーショコラというものです。はい。でこれもめちゃめちゃ楽しみにずっと待望を取ったんですけど、待望を取ったんですけどって通じるかな、タイプを取ったんですけど、こちら開けてみたいと思います。じゃんじゃじゃーん、めっちゃもうクリスマスクリスマスクリスマスって感じ。もうめっちゃクリスマスだ、すごいね。じゃあ開けまーす。 We wish you a merry Christmas, We wish you a merry Christmas, We wish you a merry Christmas and a happy new year ということで、はい、中身はこんな感じのチョコレートケーキ、イエーイ、美しい。超美しい。クリスマスガトーオショコラ。ガトーショコラじゃなくて、ガトーオショコラ。溶かしたミルクチョコレートとチョコレートソースを練り込んで、じっくり焼き上げました。キラキラ光る赤いパウダーとゴールドのパールチョコレートが、華やかなクリスマスを彩ります。ということで、こちら、じゃん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 。じゃん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 、冷蔵庫に入れていたのでいい感じに冷えております。嬉しい嬉しい。もうチョコレートケーキめっちゃ大好きなんですよね。あ、じゃあ本当にこうくださった方ありがとうございます。いきます。信じられないぐらい美しい。ちょっと待って。何これ。やば。すごい。すごいです。見えますかね。なんか携帯が映ってますね。これか、合わせ鏡みたいになってますね。まあ、こんな感じです。めっちゃ反射しちゃう。これを撮ればいいのか。ラメって食べれるんですね。すごい。これ食べるのもったいない。よかった。YouTuber やっててよかった。心から思う。これ一人でこう食べるよりさ、絶対こう、見てて食べた方が絶対美味しいもんね。YouTuber やっててよかった。やばい。永遠に見とける。すごい。ということでね、もうじゃあこれ早速いただいてみようかと思います。どっから行きましょうね。賞味期限がね、クリスマス後ももうちょっと持ちますので、しばらくはゆっくり楽しんでいただこうと思います。分割してね。じゃあいただき、あ、その前にちょっと新鮮な気持ちで、紅茶が美味しい。それではいただきます。罪悪感すごい、罪悪感すごい。はー、なんか柔らかくない、いい意味で、いい意味で柔らかくない、しっかりしとる。めっちゃ何フォッフォじゃない、しっとりしっとりって感じが、あ、スプーンが抜けない、あ、違う、あ、取れちゃう取れちゃう、あ、違う、あ、どうして取れちゃった、箱、袋、このフィルムから取れちゃった。あ、じゃあもういっちゃいます。いただきます。
ビルビルビル、あ、すごっ、信じられないぐらい美味しい。甘すぎず甘くなさすぎず、しっとりかつめっちゃチョコレートドゥーンって感じで、こうめちゃめちゃ美味しい。もうね、チョコケーキじゃなくてチョコみたいな、なんかチョコケーキじゃなくてチョコ、なんかチョコ、これすごい、もう重量がすごいんですよね。めちゃめちゃ美味しい、めちゃめちゃ美味しい、やばい。あのスプーン、これほんとただのスプーンなのにスカスカじゃなさすぎてスプーンで刺して食べれるっていう、これ何、これすごいね、なんかオブジェみたいな、なんか何これ食べれそうなモニュメント見えてきた。あのね、チョコレートめっちゃ好きなんですよ、ほんとにチョコレートがもうめっちゃ好きで、チョコレートってなんか一粒で夢が広がっていて、ほんとに美味しいし、ほんとに幸せになれるし、チョコレートって奥が深いじゃん。本当に高級なチョコレートもあれば、1個10円とかのチロルチョコでもさ、もちろん10円も高級ですけど、あのそれすらも美味しい、もうなんかすべからく美味しいじゃないですか。本当にこのチョコレートって全ての人類に夢と希望を与える、本当に素晴らしいなって思うんですよ。チョコレート本当に大好きです、マジで。でなんかチョコレートケーキがずっとずっとね、入院中食べたかったのでね、夢が叶いました、ありがとうございます。いや、美味しいなぁ。うん。だってさ、天下のゴディバじゃん。周りコーティングされてるやつが全部天下のゴディバチョコって考えたら、これ、もう、ものすごいですよね。ということで、あのこれはね、引き続き宇城の毎日の楽しみとしてちょいちょいいただこうと思います。幸せだった。なんだろう、去年までクリスマスなんか爆発してしまえと思ってたんですけど、なんか王子と過ごすことができて、あとみんなとね、こうやって過ごすことができて幸せなクリスマスです。ありがとうございます。はい、そして1月6日のお昼11時から宇城岡崎の主催ライブがございます。もしよろしければ六本木であるので、ぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。そして Twitter、Instagram、Facebook、アメーバーブログオフィシャル、LINE アット、さまざまなコンテンツいろいろとめちゃめちゃやっております。もしよろしければぜひよろしくお願いします。あとファニコンというファンクラブアプリもございます。いろいろあるのでぜひ見てみてくださいね。ということでありがとうございました。宇城和樹でした。メリー。